非常にリングが小さく見えます。これより中田リングアナウンサーによりまして6人の選手がコールされます。まずはね、この6人、私面白いと思うのは先週ね、後楽園でテリーがですね、ハンセンにやられた時に、ロンバスが抱きついたのがきっかけだったんですね。その恨みを晴らすと、はい、そのロンバスが今紹介されました。そしてザ・デストロイヤー、160キロの巨漢クラッシャー・ブラックウェル、この3人が外人サイドのチーム。さあ豪華な日本サイド、天竜が紹介されます。そしてジャンボ鶴田、プロレス界のスーパースターテリー・ファンクがひときわ大きな拍手で迎えられました。まあ、昨年は NBA にての世界ヘビー級の王座に挑戦したんですが、その時はチャンピオンのリック・フレアに1対2と敗れております。敗れましたね、はい、さてロンバスに捕まりました天竜。このロンバスの体格動き、非常にスタンハンセンに似ております。スタンハンセンの影武者通り、先週の甲羅剣決戦ではテリーファンクを痛めつけました。さあここでジャンボ鶴田が入ってまいりました。ジャンボ鶴田の豪快なエルボースマッシュ攻撃、今年もいよいよ来週から始まりますジャイアントシリーズと、その後の暮れの世界最強タッグ決定リーグ戦と、風間さん2つのシリーズを残すのみとなりましたね。そうなんですね、早いもんですな、はい、今年はしかし実にタジでしたね、まあ、ジャンボ鶴田としますとですね、はい、まあ、自分の一つの代名詞でもあります UNF ヘビー級の王座をハーリーレースに奪われている、まあ、この UNF ヘビー級選手権をレースから奪還しなければ年が越せないという、そういうですね、はい、一つの考えがあるんですが、何としても奪い返してもらいたい、その実現がですね、はい、次期ジャイアントシリーズでありますね。そうなんですよ、これがまた大きな次期シリーズの目玉ですね、はい、それからどうやらですね、おっとジャンピングニーパッド、ショートレンジからクラッシャーブラックエルを仕留めています。次期ジャイアントシリーズでは NWA 認定のインターナショナルヘビー級の王座、チャンピオンはブルーザーブロディでありますが、ジャンボ鶴田の挑戦が決まっておりまして、ジャンボ鶴田はこの2つのタイトルをですね、次期ジャイアントシリーズで、挑戦することになってますね。二冠王になりたいという意欲満々ですよ、当然インタータッグの防衛戦もあるでしょう。さてテリーファンクが出てまいりました。クラッシャーブラックエルに攻撃を仕掛けます。サイドのヘッドロック、相手は160キロのクラッシャーブラックエル。さあ刈谷体育館がテリーコール、テリーコールに包まれました。ここでロンバスが入ろうとする、ジョー樋口がよく見ていました。ジョー樋口がよく見ていました。天竜が出てまいりました。まあ、今テリーファンクが出てきた時にですね、はい、首に非常に大きなですね、はい、絆創膏が巻かれているんですが、痛々しいですね。痛々しいですね、あれはとにかく、まあ、ロンバスに恨みがありますよ、右の肩から右の首筋にテリーファンクの傷を物語っています。どれだけそのスタンハンセンのウエスタンラリアットが激しいものか。クラッシャーブラックエルがバックドロップ、痛めているテリーファンクの右の肩、右の首筋をどうでしょうか、直撃したような感じです。クラッシャーブラックエルが早く立ち上がったが、ブラックエルの方もかなり効いてるようですね。効いてますよ、さっきの揺さぶりでね、さあデストロイヤーがテリーファンクにネックブリーカードロップ、エビのように体がしなりましたテリーファンクです。ザ・デストロイヤー、今回の来日はスタンハンセンの参謀格、今日はメインイベント、スタンハンセンがジャイアントマムの PW ヘビー級の王座に挑戦するんですが、このザ・デストロイヤーがスタンハンセンの参謀についたということで、今回のスタンハンセンは大きな強力な助っ人を手に入れたことになります。さあ早い外人サイドのタッチワーク、ザ・デストロイヤーからロンバスにタッチされてテリーファンクとの一騎打ちになりました。テリーファンクとしては後楽園決戦、先週の放送でご覧いただきましたが、その借りを返したいですね。借りを返したいんだけども、今非常に劣勢ですからね、はい、運が悪いですね、これは悪いところでタッチしました、ね、はい、痛めている右の首筋のあたりにロンバスが集中攻撃を加えます。
ロンバスが集中攻撃を加えます。速い外人サイドのタッチワーク、そしてご覧のようにブルーのキャンバス、ブルーのキャンバスは外人サイドなんですが、こちらで試合が長時間行われています。160キロの全体重を右のエルボーに集中。テリーファンクが捕まっている、テリーファンクが捕まっている。ご覧ください、この右の首筋のあたりの白い絆創膏、はい、ザ・デストロイヤーがトップロープを利用して超攻撃に入っています。テリーファンクがリングの外に倒れている。ザ・デストロイヤーが攻撃を加えます。薄いマットの上にボディースラム、やはり手負いの虎のテリーファンクが長時間捕まりましたね。一匹狼になっちゃってね、まあ、このリング上の白覆面のザ・デストロイヤーですね、カチコッとうまい具合、トップロープ越しにうまいテリーファンクの攻撃。クラッシャーブラックエルが足を押さえている。これはブラックエルは止めなくちゃいけないね、はい、ジョー・樋口がよく見ていました。クラッシャーブラックエルにカウントを数えます。今試合をする権利があるのがザ・デストロイヤー。リングの中に戻ってまいりました。まあ、ザ・デストロイヤーはですね、かつて馬場の右腕といたしまして6年間全日本プロレス陣営で働いたんですけれども、今はもう全く馬場の敵になってしまいました。リングの中央、足四の字固め、足四の字固め、殿下の宝刀、ミスターザ・デストロイヤーの最も得意とする足四の字固め。さあ、ジャンボ鶴田が助っ人に入りたい。ダメです、ダメです。さあさあ、どうだどうだどうだ、いった、ザ・デストロイヤーに攻撃を加えます。足四の字固めが崩れました。しかしロンバスも入ってまいります。久々のセックスメンタッグマッチ、非常に速いタッチワーク。どうも日本側タッチがちょっと鈍いですね。外人サイドが非常に速いですよね。膝を痛めた、スプリングトーホールド、テリーファンク、テキサスブロンコ、スプリングトーホールドは1回転。ロンバスが助っ人に入りました。今回のロンバスの助っ人の動きが非常にいい。どうもテリーがね、まずいですね。ちょっと一人相撲になっちゃいますね。さあ160キロ、クラッシャーブラックエルにバックドロップ。痛めている膝はどうでしょうか、テリーファンク。まあ、膝にですね、爆弾を抱えているテリーファンクだけに、相手が160キロのブラックエル、まあ、見事にバックドロップに行ったんですが、自分の方のダメージが心配ですよね。そうなんですよ。あっと、ヘッドバット、ヘッドバット合戦になりました。テリーは満身創痍ですからね。はい、ロープの反動を利用してサウスポースタイルからエルボー攻撃。倒れません。岩のようにテリーファンクの前に立ちはだかります。クラッシャーブラックエル、クラッシャーブラックエルのパンチ強烈。そしてブレンバスターに行くぞ、ブレンバスター。クラッシャーブラックエルの豪快なブレンバスター攻撃。さあどうだ、テリーファンクが長時間捕まっている。さあここで鶴田にタッチ、ここで鶴田にタッチがあります。さあドンバスに、ドンバスに攻撃を加えます。ハイアングルのショルダースルー、大型レスラーのロンバスが後ろに吹っ飛ばされました。さあ一気呵成にガンボ鶴田のレスリングの真髄を見せるか。さあ鶴田コール、鶴田コールです。刈り足体育館鶴田コール。ロンバスをロープに飛ばしてジャンピングリバット、素晴らしいランニング、素晴らしいランニング、スピードがあります、スピードがあります。ロンバスが倒れる。そしてコブラツイスト、コブラツイスト、このポジションはなかなかいい。赤いマット日本サイド、日本サイドでコブラツイストに入っています。これはいいですね。いいです。あそこで抑えたんじゃね、どうせ乱入されますからね。ジャンボ鶴田のこのスーパーパワーシリーズの充実度というものは大変なものがあります。そしていよいよ来週から始まりますジャイアントシリーズ後半戦には、ジャンボ鶴田から UN ヘビー級のタイトルを取っていったハーリーエースがやってまいりますし、前半ではブルーザーブロディの NWA 認定インターナショナルヘビー級の王座に挑戦が決まっています、ジャンボ鶴田。さあジャンプ力があるザ・デストロイヤーにもう一回ジャンプ、そしてジャンピングリーパット、ジャンピングリーパット。高さはあまりありませんけれども、顎を捉えてますよね。それで意地が良かった。あっとデストロイヤーの絶妙の動き、ジャンピングリーパットを仕掛けるジャンボ鶴田に足を奪っての攻撃、足を奪っての攻撃。そして放送席に、放送席の目の前に、目の前にやってまいりました。
ザ・デストロイヤーに攻撃を加える。ザ・デストロイヤーに攻撃を加えます。テリーファンク、ザ・デストロイヤーが今やっとリングの中に戻りました。ジャンボ鶴田が待ち構えています。ジャンボ鶴田が待ち構えている。そしてバックドロップに行こうというところなんですが、タッチ、テリーファンクが入ってまいります。テリーファンクが入ってまいりました。そしてトゥープラトンの攻撃、テリーファンクとジャンボ鶴田のダブルアトミック、トゥープラトンのアトミックドロップ。なかなか今度は日本サイドのタッチワークが良くなってまいりましたね。そうなんです。こっちのね、赤い方のコーナーでやらなくちゃいけないですね。そうなんですよね。タッグマッチはなんといっても有利なポジションを取った方が試合の流れをつかみます。さあロンバス、パンチは空を切る。さあパンチなら負けない。テリーファンク、テリーファンクの右のジャブ、右のジャブ、左のフック、豪快にフックを振り回します。いやー、借りを返すかな、これは借りを返すか。テリーファンクスプリングトーホールド、デストロイヤーが入ってまいりました。デストロイヤー入ってまいりました。これはいけません。そしてロンバスに攻撃を加える。テリー、天竜です。天竜が入ってまいりました。天竜がショルダースルー攻撃、早いぞ。カバーに行った、払いのけます。ロンバスパワーがあります。ロンバス、今度はロンバスにボディースラム、ゆっくりとボディースラム、距離を測ってトップロープからバックスタイルのフライングのエルボードロップ。さあどうだ、最後は片襟。デストロイヤー入ってまいりました。目が離せません。ちょっと位置がね、青い方の陣営の中ですからね。そうですよね、残念でした。大技一発では決まりません。160キロのクラッシャーブラックエルが入ってまいりました。人間奇獣機、対角線上に天竜を飛ばして、さあそのままあっと人間潰しに行きます。あ、すごいですね。すごいですね。だけど天竜はこの前後楽園でしたかな、これを倒しましたね、円髄で。さあ天竜を両の肩に乗せましてブロックバスターです。そのまま160キロの体重を預ける。天竜の内臓は大丈夫か。テリーと鶴田が入ってまいりました。160キロのクラッシャーブラックエルの攻撃に足寸前の天竜であります。豪快なボディスラム、ゆっくりとした動きなんですけれども、風間さん、一つ一つの技が重いですからね。あれだけの体重がありますからね、はい、さあ160キロのブラックエルがコーラマット最上段からボディープレスは自爆です。よく見てましたね、天竜も。こうなりますと仕掛けたブラックエルの方がどうでしょう、立ち上がれません。いや、自分の体重でね、相当なダメージでしょう。自分の体重で自分の方に返ってダメージが深くなりましたが、しかしロンバスにタッチ、この辺はうまい。天竜も早く今タッチすべきでしたね。いや、早くすべきでした ね、 ね。ロンバスがストンピング攻撃、そしておっと体を預けた、なだれ固め、どうだ、危ないぞ、危ない、危なかった。天竜今はまあフォローがやっと間に合ったけどね、危なかったぞ。しかしリングの中ロンバスに攻撃を加えている。天竜がバックに回った、バックに回った、そして回転エビ固め、さあ大型のロンバスにカウント3、あー見事、大型のロンバスにカウント3、回転エビ固めが決まりました。天竜ピンホールを奪いました。天竜の勝ち。だけど今度は鶴田が3人がかりでやられてますよ。ザ・デストロイヤー、ブラックエル、ロンバス3人がかりで天竜、いや鶴田が捕まりました。勝負はついちまったけどね、勝負はつきましたが、ご覧のように天竜の腕が上げられます。豪華なセクスメンタッグマッチ、天竜鶴田。